ネオジオ。ネオジオ、ネオゲオ、またはネオゲオは、SNK、旧社が開発、販売、及びレンタルしていた、家庭用ゲーム機、並びに、業務用ゲーム機の名称。また、両機で使用されている、システムウェアの総称でもある。家庭用向けとして開発が進められたが、後に、業務用、アーケード用にも流用されることになったという、当時としては、 非常に珍しい経緯を辿ったゲーム機器並びにシステムウェアである具体な説明は講述する。ネオジオの元となるハードウェアはネオジオのサードパーティーとなるアルファ電子、後の ADK2003 年倒産が開発した詳細は ADK を参照キャッチコピーはすごいゲームを連れて帰ろうイメージキャラクターは黒い塩味服に黒マントと 黒シルクハットに笑い顔をイメージさせる切れ込みの入ったのっぺりした仮面姿のゲーマント。なお、この項目では家庭用カセット版を中心に説明するが業務用ネオジオとの共通箇所も合わせて説明する。従来はゲームセンターの業務用ゲーム機アーケードマシンでのゲーム内容の差し替えは内部基板の交換によっていた。しかし基板がかさばることから 製造や流通のコストを押し上げる要因もなっており、また小さなゲームセンターにとってはゲーム内容の入れ替えが大きな負担となっていた。この問題に対して業務用ゲーム機メーカーの SNK 側が出した回答の一つが家庭用ゲーム機のように汎用のハードウェアを作成しソフトウェアをロムカセット化した上でゲーム機内のスロットに投入することで 簡単にゲームの差し替えを行えるようにするというものだった。システム基盤とソフトウェアの供給媒体との分離自体は1980年代にすでに確立されており、データイーストのデコカセットシステムやカップコンの CB システムなどで機質の手法だったが、供給媒体をカートリッジとして交換を容易にしたほか、一台の基盤で複数のソフトウェアを導入しきり得ることが可能な作りに、 するという独自の要素を導入した。また、初期タイトルのソフトウェアは3万円程度と、業務用としては非常に安価に設定された。この価格は初期の家庭用のソフトウェアと同額である。これにより開発された業務用ネオジオである、通称マルチビデオシステム略称 MVS はソフトウェア交換が楽な上に一台のゲーム機で複数ゲームを提供できることから、 スーパーマーケットなどに併設されているような小規模なゲームコーナーや玩具店、書店の店頭にゲーム機を設営する際にその小スペース性が受けて普及した。なお、後期型の1カートリッジタイプを除けばソフトウェアごとのインカムを別々に集計する機能が備わっているため不人気タイトルを容易に特定でき適切なタイトル変更が行える仕様だった。また、前述した。 ソフトの交換が楽で非常に安価というのが実現できたのもソフトウェアの媒体がカートリッジ、カセットだったためである。1990年に発売され日清月歩の歩みでハードの移り変わりが激しい。この業界で2004年までに家庭用ネオジオとともに14年間もソフトを供給し続けた。 モデル名ネオマイナス0。業務用の MVS がリリースされた一方、MVS と同時開発していた家庭用ネオジオもリリースされることになった。通称、アドバンストエンターテインメントシステム、略称、アイスで、これは後日のネオジオ CD も同様である。ただし、業務用が通称の MVS で呼ばれるのに対し、家庭用はネオジオと呼ばれることが多かったため、 あまり浸透していない通称である。発売当時、他の家庭用ゲーム機メーカーが、そこそこのハードウェアで、そこそこの表現力のマシンをリリースする中、ゲームセンター向けハードウェアと同じ品質で、かつゲームセンターでヒットしていたゲームがほぼそのまま、家庭で遊べるという特徴により、特に金銭に糸目をつけない熱心なゲームファン支持、された。しかし、その特徴のために、非常に高価だったため、 レンタルゲーム機として当時急速に日本全国に普及していたレンタルビデオ店で貸し出す事業を行った。このレンタル事業は後に一般販売と並行して行われるようになり、ネオジオ CD が発売された1994年まで続いた。なお、パソコンゲーム業界では1980年代前半よりレンタルを違法コピーの温床と否定的に捉える風潮が 強かった。家庭用ゲーム業界もそれをほぼそのまま踏襲していた。ことから日本では、アメカが主衆国と異なり、ゲームレンタルは、モグリの商売とみなされてきた経緯がある。そのため、ネオジオのソフトを含めたレンタルは、日本初のメーカー公認レンタルである。なお、セガが百九十九年から二千年にかけて、スタイと提携して行った、ドリームキャストのレンタル開始に際して、 日本初のメーカー公認ゲームレンタルとの報道も見られたが、これは誤りである。レンタル事業で一定の成功を収め、さらに消費者側から購入できるネオジオーとの声もあったことから、家庭用ゲーム機販売事業へ参入、高級ゲーム機としての市場を開拓すべく1991年7月1日より、初販売が開始される。当時の機種のハード本体の価格は、 定価1万円前半から2万円前半、ソフトが5000から1万円程度だったのに対し、ネオジオは本体が5万8000円、ロムカセットソフトも3万円以上した。初期タイトルのロムカセットソフトの価格は、業務用、ロムカセットソフトと同額だった。これは、当時のタキシュの価格をも考えた上で、ネオジオのゲームを1本買うだけで、タキシュの本体が2台買える計算である。 ソフトがこのような価格設定となった理由は大容量のロムカセットを使用していた点と製造拠点の確保に由来する。なお、当初は MVS 用ソフトウェアにわずかな変更を施したものが家庭用と思われていたものの、工述する MVS コンバーターやユニバースバイオスの登場により実際は業務用も家庭用カセット版も中身は全く一緒で、 最初から家庭用のプログラムも組み込まれていることが明らかになっている。2004年 SNK9 社の後継企業にあたる SNK プレイモアはサムライスピリッツレーススペシャルを最後にネオジオの生産を終了させた。生産終了の最大の理由は海賊版、エミュレーターなどのコピー問題である。SNK や 後継の SNK プレイモアはこの問題に対策を施したが、発売から10年以上も経っていたこともあって、ハードはすでに徹底的に隅々まで解析され、尽くされていた。そのため、知識のある人間によって、コピーガードなどのプロテクトは簡単に解除されたり、会社側がさらにセキュリティを強化しようとしても、今度はソフトの互換性に問題が生じることとなっし,しまった。 以上のことなどを踏まえ、SNK プレイモアは生産終了を発表し、事実上ネオジオの歴史に幕を閉じることとなった。このことについては、ザ・キング・オブ・ファイターズ完全特本内でも、SNK 時代からの SNK プレイモア社員によって、語られている。こうして、終演を迎えたネオジオは、一般的には、存在自体知る人も少ない旧世紀のマイナーなゲーム機として、 帰り見られることも少なくなったが、全盛期を知るゲームファンには今なお根強く支持さており、一部発展途上国では、現在でも安価で良質なゲームが楽しめるゲーム機として重宝されている。近年の動向については、次節にて小説する。SNK が倒産後、枝分かれ組の一つであったブレッツアソフトは、ネオジオに代わる後継機種として、クリスタルシステムという基盤を発表した。 この基板は、韓国のマジックアイズ社が開発した、ベランダー水路というマザーボードのアーキテクチャを流用し、独自にカスタマイズした基板で、見た目は、小型の MVS といった趣きの基板だった。しかし、元々のベランダー水路マザーが非常に故障しやすい基板だったのに加えて、直後に、ブレッツアソフトがサンアミューズメント社に吸収合併されたため、実際に発表されたタイトルは、 ザ・クリスタル・オブ・キングスとメキシコのイボが社のブランドで発売されたエボリューションサッカーの2タイトルのみであった。日本国内では公式に発売されず、ザ・クリスタル・オブ・キングスのみ非公式で発売された。SNK プレイモアにとって、ブレッツアソフト、サン・アミューズメント、そして SNK ネオジオ社は現在では、冒険扱いとなっているため、クリスタルシステム基盤自体がなかったことにされてしまった。 生産終了後、SNK がネオジオ向けに開発していた作品を、はじめとする SNK プレイモアが現在、権利を所有しているアーケード向けの作品の大半については、サミー、後のセガサミーホールディングスが開発したプラットフォームで、ある、アタミスウェイブへ移行し、事実上、このプラットフォームが MVS の後継と期待されたが、 移行後わずか2年後で、SNK プレイモアはプラットフォームを同社と、旧 SNK 創設機より長く付き合いのある対等のデータタイプ X に変更している。また、対等のアーケード向けダウンロード配信システム、ニーシキャックスライブでの配信も予定されている。2005年、SNK プレイモアは、プレイステーションに以下、PS に向けとして、 ネオゲオオンラインコレクションというシリーズを発表。高額なネオジオ向け製品が完全移植で、安価に、プレイステーション2で楽しめることとなった。しかし、第1弾として発売された、画廊 MARK o ブザウルブズ、以下、画廊もは、完全移植と呼べるものではなかった。この作品は、旧 SNK 時代の作品であるものの、オープニングに出てくる SNK 呼び、 SNK プレゼンツのロゴが SNK プラモアプレゼンツに差し替えられており、さらに基本操作説明の画面がカットされているなど、シリーズタイトルや歌い文句とは、かけ離れたような移植だった。一応完全移植と呼べるようになったのは、第3弾である、ザ・キング・オブ・ファイターズ・オロチ編からである。しかし、第3弾以降の一部の作品でも、 表現などの問題もあって修正せざるを得なく、成ししまったものもあった。逆に、第2弾の、かつかの剣士1.2以降の作品には、第1弾である、過労、もにあった、ギャラリーモードは、愚か技表やプラクティス、トレーニングモードなどすらく、PS2 用に、少し変更を加えただけの、ネオジオ版ほぼそのままの、いわゆるベタ移植だった。また、このシリーズは発売延期が多く、 SNK プレイモア側は、初版の事情としか説明せず、具体的な延期理由については明らかにしていない。2010年、ネオジオは発売後20周年を迎えた。これを記念し、SNK プレイモアは、同社サイトに20周年記念ページ、ネオゲオミュージアムをオープン。ネオジオファンへ向けてのアピールを続けている。現在では、それぞれのプラットフォームに単価にダウンロード販売が、 なされているタイトルも多く、入試もゲームプレイも容易である。移植にあたっては、バーチャルコンソールとプロジェクトエッグのような、ロム版そのままの完全移植に近いものから、ネオジオステーション、XBOX ライブアーケードのように元から、新たな機能を追加た上での新規移植とも言える、出来のタイトルも存在する。SNK プレイモアは D4 エンタープライズに、半権許諾を出すという形で、 Wii のバーチャルコンソールに参入しており、同サービスで一部のネオジオ用ソフトがダウンロード販売されている。2010年12月22日には、プレイステーション o n 3及びプレイステーションポータブルにおいて、ネオジオ用ソフトのダウンロード販売を行う、ネオジオステーションが開始された。PS3 版は、1080p 秒画により合い、P 変換を廃止液晶など、フラットパネルディスプレイ上で、 ブラウン感と遜色ないプレイ環境を実現すると、共にインターネットを通じて、ラグの少ない高品質なマルチレイが楽しめる。PSP 版は、アドホック通信によるマルチプレイに対応している。両機種とも、ゲーム中の任意の状態のセーブ、ネオジオ用メモリーカードや、当時のバグなどの現象を含めた、エミュレーション等が可能なほか、購入済み全タイトルを網羅する BGM。 干渉モードを搭載している。2011年4月19日には、上記の D4 エンタープライズが運営する、プロジェクト X より、Windows 向けに Neo Geo オオ用ソフトの配信を開始。千差万別な Windows 環境に合わせて解像度を含む各種設定が変更可能であり、クイックセーブや Movie c a p t も搭載されている。この他、 Xbox ックス360の Xbox Live アーケードに移植されたタイトルも存在する。それぞれ HD 高画質化されており、オンラインによる対戦、協力プレイが可能、実績システム、インゲームマニュアル、格闘ゲームでは、技表を表示などに対応している。2016年からは、ハムスターと日本一ソフトウェアによる、アーケードアーカイブスのサブブランド、明明ネオゲオとして、 MVS 版の配信が行われている。2012年12月、SNK 公式ライセンス商品として、日本国内でも発売された。SNK から公式に発行されていた、ネオジオ関連の広報誌及び、公式ファンクラブは以下のものが存在した。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。